こんにちは、土の子です。今日は1月29日バチタレレセンター。今日も無料プレイありますよ。さあ行きましょう。今日こそ2大コンプやりたい。さあ今日はレッグーザの台から行きましょうね。みんな結構3手でコンプしてるみたい。さあこの台はね、教えてくれた人たち2手に分かれてるんですけど、青いラティオスの上か、もしくはボーマンダの上。斉藤さん、財産がボーマンダの上、オレンジ君と鬼塚さんが、ラティオスの上と。どっちがいいかな。どっちもね、3手で成功してるみたいですね。ただね、オレンジ君が教えてくれたのは、ラティオスの上に爆弾を置いてからボーマンダがね、落ちきれなかったみたいなんで、先ボーマンダの方がいいのかな。これで右3つが落ちてくれれば成功。さあ飛んでくれるかな。ボーマンダの上行きましょう。はい。あーダメだった。ボーマンダ落ちてくれなかった。クソ。ここでボーマンダが落ちていればラティオスの上にやって、ラティオス、ラティアスを取っていくみたいな形ですけど、どうしようかな。ここはやっぱボーマンダ1手使って倒すしかないか。ボーマンダがいなかったらまだラティオス、ラティオスとポッチの間に置くといいかも。じゃあボーマンダを取っていきましょう。いけ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 、やったやった。絶望からの全ゲット。これであとレッグザが落ちてくれば3手コンプです。いやー気持ちいい落ち方してくれましたね。おしゃれプレイは練習台の後で。これはいけるんじゃねえか、レッグザ。今日の練習キャッチャーは、おウルトラビースト台ですね。怖い？それともかっこいい？お客さん的にどうすか？じゃあ練習スタート。ちょっと虫が苦手だったら気持ち悪いかも。フェローチェなんてね、可愛い女の子だけど、まあ見た目的にはどう見てもあの G ですからね。恐ろしい。さあ行きます。フェローチェをまず、うあらららららら、どうしてもこの掴むのうまくいかないな。フェローチェを横にして掴んでいくんだけども、ちょっと待って、なんでうまくいかない。ここ、これでようやくいったね。これを1手目に成功させなきゃいけないんだけど。コン、そして歯車を回しながら、あよ、鉄火具屋をつかむ。あっ、もうなんかとことんうまくいってないぞ。はい、うわまた落としそう。おい、けい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 け、コロ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 。うまくやれば3手でコンプできる感じですね。さあ8枚、さあどうだ。ほい、 OK OK OK。 さあ行きましょう。レッグーザの左側に爆弾を落とす。行ってくれ頼む。やりました、3手コンプ成功。無料プレイプラス小当たりでね、ゲットできるので、無課金の人はねゲットしてください。レッグーザよかったよかった。絶望だったんだけどな。はい、レッグザゲット。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあ今日は手数結構ね余ってるので、この木の台いきましょうか。これはアラレスさん、財産、斉藤さんが教えてくれてますね。まずみんな、右からやるとものすごい手数かかっちゃうんで、木をまずは取っていく。木を叩いていくとうまくいくよと教えてくれたんで、木を叩いていきましょう。壁ピタで、あよ、壁ピタで木を思いっきり叩く。大丈夫かこれ。もう一度しっかりと木を叩いていく。飛べ、やべえ。なんか取れる気しねえぞ。で、奥。うわー、ちょっと3手じゃ厳しいかも。マジかよ、全然取れねえ、これ。5手あったのに。
火強すぎでしょ。いや、キャラたち取れないわ。最悪だ。一番重要なみんなが取れずに終わる。はあ、惜しい。嘘でしょ、もう。まさかの最後の一発であんなに落ちると思わなかったな。結局アヒルのボンが落ちずに終わってしまいましたね。カモミちゃんとタックンだけはゲットすることできました。なんだよこれ、ひどいよ。お得意さんバッチは3ゲット。耳がすごい、ゼルネアスみたい。はい、それじゃあ今日のミバスコネ行ってみましょう。続いては来週のお天気。週末は西日本の天気が微妙っすね。晴れマークは太陽じゃなくてパイポ。地面に落ちるとトゲ状になるあれっす。いや、うまいねこれ。なるほどなるほど。さあ、僕の住んでる山口は中国地方が抜けてる。ちなみにね、山口県の天気はいつもね、九州と一緒に放送されてます。はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日は練習台でね、ウルトラビーストの台来たんですけど、ちょっとやっぱりねフェローチェ掴みが最初一発目でうまくいかないな。あれうまくいったら確かに2手でいけたよっていう人もいたような気がするな。だから完璧にうまくいけばねすごい枚数取れちゃう台かも。そして本番台はねレック座台、結構ね、それぞれのバッチ軽くて、ポンポン飛んでくれてね、アドバイス通りに、3手でねコンプすることできました。その後ねアドバイスでは4手でいけたよと教えてくれた木の台があったんですけど、動物の森のね木の台があったんですけど思いのほか木に苦戦しちゃって、惜しかったね。あれ6手あれば取れてたな。最後一気にあんなに落ちると思わなかった。ということで動物の森はねちょこちょことお残ししちゃってますが、またね明日も楽しくバチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。